原宿駅前ニュース。原宿駅前ニュースのお時間です。こんばんは、赤坂瀬奈です。こんばんは、磯部杏里です。さあ、いいですね、今日も始まりました。瀬奈ちゃん、ちゃんと今日もたくさんニュースあるんですね。はい、盛りだくさんです。あ、いいですよ。ご紹介します。はい、杏、はい、ちゃんあるんですね。はい、絶好調です。はい、行きましょう。じゃあラインナップお願いします。はい、今日紹介するニュースはこちら。はい、伊藤桐、最近弟とすれ違い気味。やっぱどうでもいいな。東圭、ツイッターで自分のトークを反省。うん、石井美優、お母さんの靴が行方不明。一番どうでもいい。うん、そしてふわふわの新曲恋花火のプロモーションビデオ初公開。これだけでいいよ。うん、はい、そして磯部杏里、最近飼っている飼い犬をわしゃわしゃしすぎて、うん、敬遠されがちです。どうでもよすぎてね、言いにくいんでしょ。わかるよ、セナちゃん。ありがとうございます。さあ、いいよ、じゃあ一発目から聞いてみよう。あんちゃんお願いします。はい、では一つ目のニュースお伝えします。うん、ハライキステージエースの伊藤桐ですが、最近弟と生活がすれ違い気味で会話がほとんどなく、うん、ちょっと寂しさを感じているそうです。うん、わかりました。で、次に行きたいんですけど、本人がいるんでしょ。呼びましょう。桐ちゃん、どうぞ。来てるんでしょ。はい、どうもはい、どうもじゃないんですよ。どうでもいいニュースがトップなんですよ。いやいやいや、これちょっと聞いてくださいよ。どういうことよ。まあ、大事なことですよ。まあ、あの、最近あんまり会えてなくて、うん、私がまあ朝早くて夜が遅いので、その間に今寝ちゃったりするんですけど、はいはいはい、そのために会ってないからまあすれ違ってるってことなんですけど、まあ、唯一のコミュニケーションが、はい、私がお風呂に入っていて、多分弟がもうすぐ寝るって時に、はい、まあ、私お風呂入ってるからお風呂の戸をってやってくるんですよ。コンってね、うん、ってやってくるんですよ。うん、それだけで、これがお休みの合図なんですね。だから、あの、コンってすることによって、お休みっていうのを私に伝えてるわけで、うん、その会話しかないんですよ。いやー、もうでも、それ以上の、なんかそのエピソードとかもなく、今ここは出てきたわけでしょ。はい出てきたんで、はい、ヘーベルハウス以来の、はいありがとうございます。いや、はい。いやいや、でもそれぐらいね、あの、弟と寂しいコミュニケーション、はい、もっとね、まあ、たくさん喋りたいのに。まあ、そうですね、会ってないなっていうのを感じたんで。でもこれぐらいのトップニュース、私大好きなんで、次からもキリちゃん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、キリちゃん、ありがとう。ね、エースのニューシングル、おやすみでコン、続いてね、お願いしちゃう。おやすみでコンはないんですね。あんちゃん。ないです。続いてどんどん行きましょうか。セナちゃん、お願いします。はい。原宿乙女の東圭ですが、先週クロちゃんコーナーに出演した際のトークをツイッターでその後反省したそうです。はい、で次に行っていいんですよ、だから本当は。でも来てるんでしょ、だから。はい、圭ちゃん、どうぞ。じゃあ来てください。どういうことですか。いや、だからどうもじゃないんですよ、はい、ここで呼ばれる方元気なんだよな。どうも。どういうことなの、何を反省したの。いや、反省というか、あの、うん、もうちょっと頑張らないとなっていう思いを込めて、この絵文字とともに。ちなみに先週の放送で自分が一番こうすればよかったみたいな、なんかありますか。なんかもうちょっと面白い、ここ、うん、なんか名言みたいのを残したのに、なんか、すごい、あれですね、あの気持ちで臨んでるんですね、やっぱこのコーナーは。そうですよ。やっぱ爪痕を残したいと。そうですね。いや、いいですね。次出た時はもうそれだけしか見ませんので。あ、はい。プレッシャーが半端で、半端じゃないですけど。はい。よろしいですね。またね、じゃあ頑張ってくださいね。はい。はい、ケイちゃんに大きな拍手ありがとうございます。いや、どんどんスタンバってるわけですね、これじゃあ、話題の方々が。続いてのニュースじゃあ、あんちゃん、お願いします。はい、お伝えします。ふわふわの石井美優ですが、はい、先日家族でレストランに行ったところ、うん、店に入ろうとしたところで母親の靴が片方ないことに気づいたそうです。まあ、これ一番本当にどうでもいいんだよな。もう次のあの PV のやつ言っていいですか。いや、いる。いいよ、美優ちゃんおいで。どういうこと。こんにちは。こんにちは、はい。ここみんな笑顔なんだよな、だから意味のわからない。どういうことですか。なんか、うん、レストランに行った時に、うん、いきなりお母さんが片一方靴履いてないんだけど、とか言い出して。で、なに、裸族なの、なんなの、な、裸足なの、常に。知らなくて、で、なんか勝手に怒ってくるんですよ。うん、で、な、何してんのとか言ってて。で、そしたら、なんか道路の真ん中に落ちてたんですよ。うん、道路の真ん中に落ちてた靴が。はい。なんでわかんないです。すいません、なんでかわかるところまで持ってきてニュースにしてもらっていいですか。あ、でも、うん、私が見つけたんですよ。ああ、それをね、うん。靴が歩いてきて、うん、靴が歩いてきて、みたいな感じだったんだと思いますよ。後半どうしてまた不思議ちゃんの空気を出したのかな、みゆちゃんは。ありがたいです。はい、でもそういうあの、今、僕もまだ見えてないので、ゴールが。こういう見えないニュース大好きですから。またみゆママからね、どんどんと、はい、お願いしますね、提供。はい、みゆちゃん、ありがとうございます。
さあ、どんどん今日はありますからね、まだまだありますよ。セナちゃん行きましょう。はい、お伝えします。6月14日に発売するふわふわの新曲 恋花火のプロモーションビデオがついに完成し、この度初公開となります。なるほど、これ皆さん拍手ですよね。ここだけでいいですよ、本当に初公開でございますから。じゃあ誰か来てますかね、ふわふわのメンバー誰か来てますか。どうぞ。あららら、はるかちゃん、あるりかちゃん、ありがとうございます。こんにちは。どうでしたか PV 撮影は。もう、うん、こんな感じです。あ、わからん、全然わからないですけど、もうなんか、ま、すごいです。なるほど、ちょっとじゃあカラフルね、見てみてからの皆さんどうぞということで、じゃあお二人お願いします。はい、ふわふわで恋花火です。どうぞ。見てみたい。にやかになる人の声、自然と気持ちも高ぶっていく、カート季節の音がバラのミュージック、君も迎えに行こう。夏にある風物詩、赤ちょうちんのお祭り、それにつられて誘われて、だから今日は君もなんだか嬉しそうだ、僕も同じさ。月の明かり二人照らしてる、手をつなげる距離がもどかしくて、少しだけ涼しい夜の風、君の髪を揺らす、淡く咲いた夏の恋花火、素敵な、まだまだ見たいですけどね。いいですね、浴衣姿。はい、あるちゃん、なんか大変でしたか。あの、今回は、うん、座って、座りと、なんかとにかく止まって、そうですよね、ダンスじゃなくてね。手振りだけでやったんですよ。うん、はい。だからすごい、揃えるのが大変でした。なるほど。あと演技とかね、そういうのもあって。ルリカちゃん、どうでした、撮ってみて。撮ってみて、でもなんか、うん、やっぱり踊るって思ってたので、しかも、座って踊ってたので、うん、新しかったです、ね、いやでも素敵でしたよね。皆さん大きな拍手をどうぞ。もうまたね、前編見ましょうね、皆さん。さあ、ここでさらにお二人から、ね、来週のお知らせがあるんですよね。はい、はい、なんと来週は、ライブパフォーマンスというんですかね、はい、の方で、私たちふわふわの恋花火を初披露していきたいと思います。あ、この生放送でありがとうございます。楽しみにしましょう。では来週もよろしくお願いします。お二人に大きな拍手をどうぞ。いやー、これが見たかったな、ずっと。三つのニュースがなかったから全部見れたかもしれないのにな。さあ、まだでもこれもう一個あるんですよね、あんちゃん。はい。私、うん、犬を飼ってるんですけど。あ、待って、それ、もうそれ、犬飼ってて、はい、わしゃわしゃわしゃってあんちゃんがやるけど、はい、やりすぎて私が最近近づくと逃げられるんですっていうニュースですか。はい。はい、あ、その通りです。あ、じゃあいいです。ありがとうございます。言わせてくださいよもう。来週は言えるようなニュースお願いしますね。はい。毎回言えるようなニュースですよ。想像通りのニュースでした。ありがとうございました。さあ、セナちゃん、あんちゃん、ありがとうございました。ということで、以上、原宿駅前ニュースのコーナーでした。